朝日に向かって、おざーす、夢してみるんです。さあ、始まりました夢してみるのモーニングチャレンジというわけで、まあ今日も頑張って撮っていきたいと思います。いや、皆さん、このサングラスには、ね、深いわけがあるんですよ。前回ね、ポケモンの名前をヒカキンにして、ボコボコにしたと、まあ、いう話をしたわけなんですけども、っていう人を細かにするようなことをした結果、ミッションを失敗してしまったというね、まあ、非常に残念な結果になってしまったんですけども、まあ、今回はね、まあ、反省の意味を込めて、まあ、リスペクトして、まあ、このサングラスをつけてお送りしたいなと思います。決してバカにはしていません。ヒカキンファンの皆さんは低評価を押すなり、まあ、コメントで叩くなりしていただいて構いませんが、それでも僕は朝から頑張るというわけで、やっていきたいと思います。まあ、頑張るといえば、まあ、2月のミッションもそうですよ。必死こいて集めなきゃいけないというわけで、やっていきたいと思います。というわけで、2月のミッションはこちら。はい、じゃあというわけでございました。いや、なんかね、最近ね、感覚が狂い始めてきて、なんか朝起きた瞬間に寒っって最初の頃は思ってたんだけど、朝起きた瞬間に今日は半袖でいける寒さだなとかいう風になっちゃったの。もうね、頭がおかしくなっちゃったもんでね、皆さん、俺みたいにならないようにこの動画を見ていただければ嬉しいと思います。まあ、そんな話を置いといて、抽選の儀からやっていきましょう。あ、やばい、ごめん。よし、やります。最初はブンブンじゃんけんぽい。これ42番、42番、ガリガリ君30秒チャレンジ。寒いのにガリガリ君無理だろって思うかもしんないじゃないですか。今日の俺はちょっと違うんですよ。あいや、もうヒカキン。まあ、だからね、いけますよ。まあ、冬ガリガリ君30秒。あ、余裕余裕。そんなのはね、もう朝飯前ですよ。朝飯前っていう言葉が似合うのは多分世の中で俺だけじゃない。よっしゃ、今日も頑張ってまいりたいと思います。それではちょっとね、買ってまいります。バン、買ってまいりました。ガリガリ君ソダジー。はい、じゃあというわけでガリガリ君でございます。まあね、これを30秒食べきるというわけなんですが、第9回にして、夢見がし TV ゆうくん気づきました。これを30秒で食べきることは絶対に無理なんでね、今回は秘密兵器を用意しました。あったまる16。こいつを使って一旦口の中の温度をリセットして、もう一回これを食べるという作戦でいきたいと思います。今回は成功できる姿をお見せできると思いますんで、皆さんぜひチャンネル登録して待っててください。というわけでチャレンジやっていきましょう。よっしゃ、というわけでやっていきたいと思います。3、2、1、スタート。さあ、始まりました。前回同様、気温0度、半袖でアイスを食べる行為自体、正気の沙汰とは思いませんが、今日も頑張って食べ進めていきます。この日、散歩していたおばあちゃんにとうとう心配されました。こんな寒い日にアイスを食べてバカなんじゃないかと、名前も知らないおばあちゃんにバカと言われたのは少々尺でしたが、おそらく人類全員が思っていることだと思います。あったかいお茶のおかげでどん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 食べ進めていきます。夢見がし TV 君、さあ、あと少し食べきれることができるのでしょうか。うん、うん。